イングランドとウェールズのカトリックでは、イングランドとウェールズにおける、ローマカトリック教会について記述する。イングランドでは、約6%が、ウェールズでは、約3%が、カトリック信徒である。デイビッドは、ウェールズの聖人として崇拝されている。教皇グレゴリウス一世の命令により、カンタベリーのアウグスティヌスがイングランドに派遣され、初代カンタベリー大司教となって、 布教活動に従事した。この活動は後に、グレゴリアンミッションと呼ばれた。664年には、ウィットビー教会会議が開かれ、教会の中のローマの主導権が確立された。中世イングランドにおいて、ベーダ・ベネラビリスの実績が挙げられる。ベーダは、イングランド最古の歴史書、イングランド教会史を書き残して、高く評価された。中世イングランドにおいても、 大陸ヨーロッパと同様に、ローマ教皇と国王との間で女人権闘争や政治的主導権争いが繰り広げられた。国王ウィリアム2世は、カンタベリー大司教人事をめぐって、教皇ウルバムス2世と対立した。国王ヘンリー2世によって、カンタベリー大司教、トマス・ベケット暗殺事件が発生し、事件の2年後に劣勢された。ベケットは、国王権力が、 教会にに介入ししててくるこことを嫌っていたこれに対し国王は、クラレンドン法を制定し、教会を自らの権力下に置こうとした。両者の対立は抜き差しならぬ状況となり、ついに国王は、トマス・ベケットに資格を差し向けて殺害した。t s エリオットはこの事件を題材にして、ジーンの殺人を書いた。国王ジョンは、 教皇院のケンティウス三世と対立し、破門された。国王リチャード一世の誘拐事件に対し、身の白金を支払ったため、カトリック教会は財政面でさらに弱体化した。ちなみに、2005年の映画、キングダム・オブ・ヘブンは、この頃の時代を舞台としている。中世イングランドでは、宗教的な文学も、成果を残した。ジェフリー・チョーサーの、 カンタベリー物語も書かれた。これはカンタベリーへの巡礼の途中に宿屋に集まった巡礼者たちが順番に話をするという設定で当時キリスト教がどのように認識されていたのかを知るための手がかりとなっている。ウェールズではこの頃にカーマーゼンの黒本という歴史書が書かれた。イングランドでの宗教改革は 国王ヘンリー・パッセイの離婚によって引き金が引かれた。ヘンリー・パッセイとエドワード6世の時代は、プロテスタント系のイングランド国教会が国家の宗教となり、ヘンリー・パッセイの離婚を批判したトマス・モアも処刑されるほどであった。ところが、その後に即位した女王メアリー一世は、カトリック教会を国教にしようとして、反抗する人々を容赦なく逮捕して処刑した。 宗教改革を推進していたカンタベリー大司教トマス・クランマーも処刑された。女王エリザベス一世が即位してイングランド国教会を国教に定め、ここにイングランドでの宗教対立は収束した。ウェールズでも成功会が設立され、殲滅こそされなかったが、カトリック教会はイングランドとウェールズでの歴史の主役ではなくなった。1780年に、 ゴードンの反乱が発生した。これは、グレートブリテン王国が、カトリックの人々に、プロテスタントと同等の権利を与えるというもので、プロテスタント側が猛反発して暴動になった。1801年に連合王国が成立した後に、アイルランドで、ジャガイモ基金が発生、グレートブリテン島をはじめとして、世界中にアイルランド人が移民して行った。 これにより、イングランドでもカトリック信徒が増加した。ほぼ同じ時期に、イングランド人の間で、反カトリック感情が広まった。ローマ教皇に忠誠を誓うカトリック信徒は、大多数の英国人には警戒心を持って、受け止められた。法律により、カトリック信徒は、職業選択の自由を制限された。第二次世界大戦の頃から、冷戦期にかけて、 ポーランドやウクライナからの移民が増加した。ウクライナ出身の移民のために、東方天霊カトリック教会も作られている。2010年9月17日、教皇ベネディクト16世が、エディンバラ、グラスゴー、ロンドンを私牧訪問すると発表された。ありがとうございます。